はいえーまあ今年もです、ねえー、全国で、えー、激戦区、あのー、地方予選が、えー、スタートしていますが、やはりです、ね、やっぱ全国制覇を狙う学校として注目されているのが、まあ、大阪桐蔭ではないかなというふうに、えー、思います。で大阪桐蔭の組み合わせが決まってです、ねでまああのー、日程の方も決まったんですけど、まあ、メンバーの方もいろいろ上がってです、ね、いろいろ噂されて話、議論になってますけど、 まあ今回、あのー、大阪桐蔭は激戦区の大阪府を勝ち抜けるのかということで、えー、非常に、あのー、お話をしていきたいなと思っています。まあ、あのー、まあかの強いチームではあるんですけど、悲観戦まあ、大阪のライバルが強いということと、スケジュールが非常に過酷ということで、かなり辛い、きつい、えー、スケジュールかなと思います。まあまあ、大阪で結構例年あの登場が遅い 傾向にもあるんですけど、これ例年、過去最高にきついんじゃないかなというふうに思ってます。まあちょっと、正立てでして見ていきたいなと思ってます。今回、お話しするテーマはこのようになります。まあメンバーについていろいろ語っていくということと、まあ、ちょっと初戦がやっぱり19日からなったんですよね。うん、19日かっていう、19日っていうと、まあちょっとまたこれまた、あの、うん、で、ピッチャーと野手の起用で最後にっていう形で、えー、語っていきたいなと思ってます。では、まず、 この夏のメンバーについて、えー、見せていきたいなと思います。まあ、非常に、あのー、レギュラーもいろいろ変動があったなというふうに思っています。まあ、やっぱりあの春から起用されていたラマル君がです、ねまあ、レギュラーの背番号を背負うということになりました。まあ、非常にです、ねまあ、守備面ではいろいろまあ課題は多い選手ではあるんですけど、まあ、この20人の中では貴重な大砲タイプということで,ですね。非常にまあ非常に 好投手からでも非常に速球に対応してです、ねえー、ヒットにしたり、長打にしたり、ホームラインにしたりと、結構、ああの,他の選手にはない強みを持っているというところがあれですよね。で、結構まああの、ベンチにしたピッチャーとかを見ると、結構激しい近畿大会やその後の練習試合でも激しい競争の末、勝ち上がってきたなという選手がまあいますよね。まあ、そのの中でもまあ11番の松井投投手手はかかなななり頑張った投手はないかなといとう,うに え思ってますで、まあ、南投手もこう、えー、結構ベンチ、あのー、近畿大会でベンチ外になったりとか、結構まあなかなか苦しい時期もあったと思いますけど、まあえー、復活してきたなと。あと、前田投手も、まあ、ベンチ外で結構まあしっかりと。あのー 実力を磨いてきたのかなというふうに思いますので、まあ、夏、ちょっと選抜とは一変した姿を期待したいなと思っています。やっぱりここはやっぱ控えのメンバーとか、15番の吉田選手も、えー、練習その近畿大会か練習試合から見てきた選手ですけど、まあ、非常に足の速い選手ですし、まあ、バッティングの山本選手とか、そういった選手が非常にいいのかなと思います。で、やっぱり、まあ、18番で、まあ、レギュラーだった岸本選。春はあ選抜 ジングでレギュラーで活躍した岸本選手がこう控,え控えてますから、まあ、なかなかやっぱり層、えー、は厚いメンバーかなと思います。で、やっぱり、まあまあ、年ピッチャーだと2年生の平島君もだいぶよくなってますからね、結構選抜で考えられるピッチャーが増えたっていうのは、かなり、えー、夏に向けてよかったかなと思います。続いて、やっぱり日程面ですね。もともと初戦が16日の9時だったんですけど、19日の12時になったということで、まあ まあ19日で決勝戦まで、これ12日間、これちょっとすみません、間違ってもんですけど、7試合戦うということで、甲子園以上の過酷なスケジュールになりますよね。甲子園でまああのーえーと2回戦から登場でも最大5試合なので、まだこれなんですけど、大阪大会はただ突き埋めただけなので、試合数が減るってことはないので、甲子園以上の過酷なスケジュールだというふうにえ思います。まあ 非常にあの西日本の暑さっていうのは、私もちょっと東の西日本の西日本の球場って本当に暑いので、あのその中で戦うということは相当な、えー、疲労が、えー、予想されますが、まあ、大阪とでもそういったあの練習から想定して練習やってると思いますけど、まあまあ、相当な戦いになるかなと思います。やっぱり理想の勝ち方っていうのはやっぱ、打ってコールド勝ちにするっていうことがなまず大きいかなと思います。でこれ、 その何が大きいかというとやっぱあの、投げるイニングは当然ながら減るってことですよね。9イニングから7イニング、7イニングから5イニングって減ると、ピッチャーは例えば、まああのー、カウントするとか、まあ、5回以上投げるとか、そういうだんだん必要性がだんだんなくなっていくので、ピッチャーの負担は減り、 減りつつ勝ち上がれるっていうのはかなり、えー、終盤へ向けて、まあ、終盤だと多分2日に一遍とか連、連戦とか、多分そういうのが当たり前だと思って、まあ、そういう価値があるために、やっぱりコールドで勝っていって、ピッチャーの負担を減らしていけると大きいですね。で、またやっぱりリードする展開と、やっぱ接戦、リードじゃ、やっぱ全然メンタル、精神的な疲労がやっぱ全然違うということで、やっぱいろいろやっぱ話を聞いても、猛暑の中で暑くて、疲れるのは当然なんですけど、やっぱ場面ですよね。 このえー、とできればまあ終盤で、初戦から結構フル的な、ね、あの戦い方だとちょっときついかなというふうに思うので、やっぱり打って勝っていくってことが、えー、大事かなというふうに思います。でちょ,ちょっとピッチャー級について考えていければなと思うんですけど、まあ、ピッチャーはまあ前田投手がまたエースということで、まあ、多分もう簡単に勝てないような相手が前田投手が投げるんじゃないかなと思ってて。 ただ先発系だと甲子園でも先発した南投手。で、もう一人はなあの結構近畿大会とか、えー、新規大会でも結構先発登板した平島投手がですね、大きいのかなと思います。まあ、この平島投手がだいぶ、打たれながらもだいぶ成長していったっていうところが結構大きいかなというふうに思います。で、接戦時はやっぱり松井投手ですね。こう松井投手の近畿大会とか、そういったあの練習試合とかの、この働きがかなり大きかったので、 非常に、あの、後ろがだいぶ見通しがつきやすいかなと思います、まあ。本当、これまでの実力を発揮してほしいかなと思います。で、リ,リーがこう、結構、速球投手が多い、えー、松井、あのー、大阪桐蔭の投手じの中くも、技巧派の松藤井投手がいます。まあ、藤井投手はどう,うまあ、非常にあの、えー、ちょっと、何ですか、こう、流れを変えるとか、そういったいろんな気を、まあ、ピッチャー値の負担を減らす意味では、かなり、 あの重要な、えー、ポジションなので、非常にあの頑張ってほしいなというふうに、えー、思います、まあ。とりあえずまあ前田投手をです、ね、こう,うまくいけば決勝戦に先発できるような、甲子園に行かない勝ち続けな,いあのいけないといけないので、ただ、まあ、結構去年の勝ち上がった時の両点は非常に優秀で、連投がなかったんですよね、いわゆる先発でも。まあ、川原投手、別所投手、前田投手、この3人がうまく、えー、起用していましたので。 前田投手は準々決勝から投げて、準決勝が、まあ、別所投手が変わるとわ河と投手みたいな、で、っていう感じで、決勝が前田投手みたいな感じで投げていたので、非常に、まあ、そういう、なんですか、こう、前田投手がフルスタンバイにならないような感じにできればいいかなというふうに、ええ、思います。続いて、野手についてですね。 まあ非常にコンタクト型の徳丸選手、村本選手、南川賀選手、この2 3人がです、ね、やっぱ非常に、えー、やっぱり鍵になるかなというか、高い出塁率を期待できるかなと思います。で、やっぱりロマンだと、まあ、あラマル選手、まあ、スラッガータイプということで、まあ、なかなか結構、あのー、外れ結構、ダーも多いかなと思いますけど、たまに出てくる一発が出てくるすごいので、この選手がやっぱ、このコンタクト型、ロマン型が非常に機能すれば。 非常に大きいいかなと思いますでチャンスメーカーが、まあ、瞬速でバットコントロール、山田選手、まあ、非常に、えー、春はちょっとごちそさまがあったと思うんですけど、彼がやっぱ復活するような打線はかなり機能しますよね。で、意外性でやっぱり小川選手や中澤選手といったまあ守備力も高い、えー、この2人がですね、まあ、どれだけこう、えー、おっと思うところでいい、長打だったりとか、ヒットだったりとか、タイムルーティントとか、そういったところが出てくれば、非常に高い得点を望めるかなと思います。 でこれ年よりもやっぱまだ守り勝つ布陣ではないので、やっぱとにかく、まあ、多少の失点は加護で、まあ、5点取られたらまあ6点以上取るという試合運びという感じになるんじゃないかなと。これ、まあ、前田投手が投げればもちろんそういったロース化ということも南投手投げると思うんですけど、まあ、ちょっと履正社とかそういった強力打線とかっていう相手になると、やっぱそうなっちゃっていくのかなというふうに、えー、思います。で最後にとということですね、まあ、本当 初戦、まああのーまあ、から結構いろいろと、まあ、ターフな戦いになるんじゃないかなと思います。もう4回戦以降の戦いが非常に組み合わせがです、ね、非常に重要かなというふうに思っています、まあ。どちらにしろ強いチームで当たるということは間違いないと思うんですけど、まあ、ちょうど大阪桐蔭の対抗馬としては、やっぱガチング勝負ができる履正社、選手層が非常に厚いチームですから、夏向けてかなり仕上がってくればあの面白いかなと思います。でやっぱ試合後の今後大阪 非常に戦い方を見てもあ、大阪桐蔭が苦手にするチームだろうな、今年の大阪桐蔭が苦手にするチームだろうなっていう、非常にしぶといあの試合運ぶチームだなとで、キャリー投手もかなり打ちにくいピッチャーですよね。非常にあの、非常に速球すごいあるってわけではないんですけど、やっぱ打ちにくいボールが多い。そういった非常に研究して投げてるなっていうのが、相手打線を研究して投げて戦ってるなっていうのが非常に分かります。なんで、やっぱここ、どう、 でもいずれ当たると思うんですけど、しっかりとそういった相手に対策して勝てるかというところが、えー、重要かなというふうに思います。まあ、本当に大阪都に、えー、優勝候補に上がるチームであるということは間違いありませんし、まあ、不安要素もあると思いますが、まあ、やっぱりいろいろ夏回ってもいろいろ見てきても、やっぱり全国でもトップレベルの実力を持ったチームであるということはえ間違いないので、まあ本当、近畿大会とかその練習者でも結構苦しい試合とか、結構 大阪のらしくない戦いもあったと思うんですけど、やっぱ最後に仕上げてくるんじゃないかなというふうに期待をもしています。まあ、大阪桐蔭の19日、非常にまあ現地で見れる方とか、まあ、あのバーチャルとかそういった方で見れる方は、ちょっと大阪桐蔭のです、ねえー、戦いぶりを見てもらいたいなと思います。まあ、いずれちょっとこういったあの資料を紹介しましたが、ちょっと参考になれ,ればなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。